ていくにはどうしたらいいと思いますか？もういきなりですけど、ここに来た人が全員これを目的として来てるでしょ。ここに僕に会いたいと思って入ってる人いないでしょ。別にみんなこれじゃないですか。じゃあこれをするにはどうしたらいいのかっていうのをまず知らないといけないんですね。まず、ホームページの作り方学んだら稼げますか？ SNS のやり方学んだら稼げます？もしそう思ってるんだったら稼げないと思う。もうね、ルールがあるんですね。お金を稼ぐルールっていうのがあります。みんなが学ぼうとしていることっていうのは手段に過ぎないんですよ。それを使ったら稼ぎやすくはなるけども、使わなくても稼げるわけですよ。でもみんなそこにこだわるんですよね。みんな賢くなりたいわけじゃないでしょ。お金を稼ぎたいわけじゃないですか。お金を稼いで人生を変えていきたいと思うので、お金を稼ぐにはどうしたらいいのか、どうなったらお金を稼げるのかっていう部分をしっかりですね、意識して参加してほしいなと思います。答えはこれなんですね。わかります？これちょっとこの塩じゃないからイメージしにくいかもしれないけど、これどういう状況かわかります？どうですか？これどんな状況ですか？見えます？見えます？見えます。すいません。いや、全然大丈夫です。難しいですね。どんな状況ですか？スタート。え？スタート。スタート。ああ、まあそんな感じですよ。そんな感じ。この状況を皆さんが作り出したら、お金なんて自然と湧き出てくるんですよ。何見たいかわかりますか？この状態を作り出すために、SNS があったりとか、ホームページがあったりとかするわけですよ。それホームページマスターしたから、金稼げるわけじゃないですよ。この状況を作り出せたら金を稼げるんですよ。これがルールです。これは世の中のルールなんですよ。このルールをちゃんと知っとかないといけないです。これを分からずにですね、動き回ってても何も起こらないです。じゃあこれどういうことなのか。人が集まる場所を作るんですね。人が集まるところにお金っていうのは生み出されます。皆さんの周りには人が集まりますか？ここがそもそもなんです。ここを無視してやってても何もならないです。あなたの周りに人は集まりますか？あなたに人が集まる価値ある人間になってますか？ここですよ。ここなんです。テーマはここですよ。お金を稼げる人の周りには絶対に人が集まります。集まらない人の周りにお金は集まらないです。もちろん特殊な人いますよ。FX で稼ぐとかね。それ特殊もある。でも基本的には自分の周りに人が集まらないといけないんですよ。なので皆さん、人が集まる場所を作らないといけないんです。治療院に人が集まってますか？集まってたら売り上げ上がってるでしょ？じゃあどうやって集めるんですか？いろいろありますよ。別に SNS 使わなくても集まるんですよ。山田先生紹介だけで20人集まってるんですから。なんでそんなに集まるのか、そこを知らないといけないんです。ホームページどうやってやってるんですか？とか多分聞きたがると思う。聞いたらいいと思う。でも、それは手段の一つ。大事な部分はここです。本質はここにあるんですね。人が集まる場所を皆さん作っていかないといけない。人が集まる場所イコール経済が生まれます。これを作れない人のところには経済が生まれないです。だからお金が回ってこないです。皆さんお金回ってきてほしいでしょ？自分の元に。じゃあ、人が集まる存在にならないといけないですよ。もしくはそういった場所作りをしていかないといけないです。コロナ関係なく人が集まるところに集まってるわけですよ。コロナ関係なく集まる場所に集まってるわけじゃないですか。でしょ？じゃあまず皆さんはそういったのってどういったものなのかを知らないといけないです。そこに寄せていかないといけないから。そこを知らずにホームページ学んでもチラシを学んでもならないでしょ。だって皆さん目指してる姿がないんだから。集まる場所ってどんなんなんだろう、何なんだろうっていうのを分かっとかないといけないですね。皆さん考えてください。どうすれば集まりますか、人は。これに答えれたら、もう皆さんの人生は変わり出すんじゃないですか。どうすれば集まります？今日めっちゃ考えてもらいます、最初の1時間。どうすれば集まると思います？画面の皆様も。ここが分からないのに、手段学んでも意味ないですよ。人が集まる場所ってどんなとこですか？どんな場所に人が集まってると思いますか？これちょっと考えてみてください。条件があると思います。人が集まる場所。集まらない場所もありますよね。それ皆さん分かってますか？それを分からずに集めようとしても無理じゃないです。でしょ？じゃあ高いから集まらないのかなとか言ったりするじゃないですか。ほんまですか？めちゃめちゃ高いところに人集まってますよ。じゃあなんでそこ集まってるんですか？
高くても集まる条件があるわけじゃないか。じゃあそれ皆さん知ってますか？知らないのにやろうとしてるから難しいんですよ。知ってしまえばいいんです。じゃあまず考えましょうなんですね。逆に集まらない場所って何なのかも考えてもいいと思いますけど、ここでまずですね、集まる場所って何なんですか？どんなとこだったら集まります？